ミュージックエモーション出雲。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ナオヒロです。今日もよろしくお願いします。ハイスピード今日ね、ノリノリなのはね、ユーフィー君から CD を買いまして、おお、6000円。あ、結構がっつり購入されましたね。フルアルバムでさ、これが、はいはいはい、ソウルラブっていうアルバムと、はあ、ソウルドリームっていうね、あ、いいじゃないですか、この2枚購入させていただきました。全ね、2枚で24曲入りなんですけどがっつりですね。今回ね、うん、ユーフィー君11月24日にですね、はい、八王子マッチボックスで、サードワンマンライブを開催するということでね、サードワンマンライブヨロ、今チケットちょうどね発売中なので、うんうん、もし気になった方は魂だユーフィーで、検索していただきたいんですけど、まずはね、はい、せっかくアルバム購入させてもらったんで、うん、今までこの番組で放送してなかった曲結構あったのよ。もうそうだね、そりゃそうでしょうね。そりゃそうですわ。なのでこの24曲を流した記憶ないもんね、うん、放送させていただきたいなということで、うん、まずは一発目いかせていただきます、はい、聞いてください。魂だユーフィーで刹那 Be All Right。 気持ち冷めてしまったのこんなにも、あなたとの思い出が胸を締め付ける、デトレス長らくなって感じたの、離れてくあなたに手を振り続けても、愛情も感情もない、そんな笑顔なんていらない、私の苦しみを感じてよ、あなたの前で素直じゃいられない、もう二度と戻れないの、あなたしかいないんだよ、こんなにも辛いんだよ、その手でまた抱きしめてよ、これで終わりなんてやだよ、約束は漏れないの、待ってる私あなたのこと、少しずつ冷めてく好奇のように、憎さだけが残る、こぼしてしまえば、あなたとの関係感じたの、結末は二人で作り出さなきゃ、時より見せる私を思う気持ち、私の判断を狂わせる、空の曇りを私だけのものにしたいから否定してた、大切に思ってるから、同じ夢がいたから、二人で歩いて行けると、間違いは仕方ないよ、お互いに壊れるから、待ってる私あなたのこと、私あなた
はい、聞いていただきました。魂だユーフィーで刹那 Be All Light でした。ということで今日はね、ユーフィー君の曲をこのアルバムの中からどんどん流していきたいなと思うんですけど、特集ですね。コメントの方も来ております。はい、ユミユーフィーズさんですね。名前ちょっと長くなってんだけど、P さん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。私のコメント読み始められたと思ったら、思いっきり君トロピカルでいいんじゃない、笑いまくりました。タモちゃんがね、先週この曲名でさ、はいはい、すごい癖っぽく言ってたじゃん。言ってました。なんて言ってたっけ。君トロピカルでいいんじゃない、それを4回も聞いて最高。笑いまくりました。直弘さん、記憶に残る曲名の読み方ありがとうございます。すごいね、記憶に残る曲名の読み方。そして私、富山にいます。ずっと富山県民ですね。富山行ってくれたって思ったら福井も出ましたね。北陸っていうことを覚えていただけて、嬉しかったです。私の YouTube に魂田ユーフィーさん地元姫路の、野外ライブの動画をアップしました。お、これ見なきゃいけないですね。テーマソングにしているてっぺんや今新しい素敵な曲七色、そしてアゲアゲソングもあります。いろんなユーフィーさんを知ってもらえると思うので、ぜひ聞いていただけたらと思います。コメントのね、ユミユーフィーズさんのところから飛びますので、ぜひ見てみてください。このラジオでは素敵な曲ワン流してもらえて嬉しかったです。いつもありがとうございます、ということでした。ユミさん、ありがとうございます。それではね、この勢いに乗ってもう一曲流していきますよ。聞いてください。魂だユーフィーで Maybe End。 君のライフ、僕のライフ、君のライフ、僕のライフ。 So maybe 大切にしていたもの、否定された時に生まれるわだかまりという名のすれ違いが、増えるたびに僕たちの二人だけのストーリーを涙の完結に変えてゆくのだ。最終電車、恋人たちはそれぞれの愛が空にホームの僕と離れてく君、寂しくなるから夢中で僕に手を振らないでくれ。 So maybeない偽りなんかどこにもない、でもなんか感じられなくてね。正解か不正解も決められない愛ならば、握っていた手離してみたよ。交わす言葉も見つからなくて、早く行ってしまえと、閉まる扉とうつむく君に好きだとさ、違う彼を見つ
集めているの。僕の愛、人を好きになるということ忘れ。君の愛、君の愛、僕の愛、僕の愛。 So maybe 愛してたんだ。はい、聴いていただきました。魂田ユーフィーで Maybe End でした。こちらアルバム Soul Love から放送させていただいております。それではコメントの方戻りましょう。じゃあ、はい、桃子さんをたもちゃんお願いします。はい。君、トロピカルでいいんじゃない？出た。の言い方面白いです。たもとさん。チャスさんのトマトの歌ありがとうございます。本当に元気になります。魂田ユーフィーさんのワンもすごく良かった。吉永拓海さんも心地よいです。生で聞いてみたい、岡山で顔がでかい人とか笑いました。ひどすぎるよね。だいたいね、人のあの倍か3倍ありますんでね、はい、パッと見てわかると思います。今週もお疲れ様でした。あ、ラストファーストさんも10月3日、南越谷でやっと生で聞けました、うん、おめでとう。人柄も本当に素敵でした。この番組を通して素敵なアーティストさん知れて嬉しいですね、うん、はい、今週もお疲れ様でした。毎週聞いているのに先週コメントしてなかった汗。君トロピカルでいいんじゃないの言い方面白すぎてツボった。ありがとうございます。桃子さんありがとうございます。じゃあこの勢いによってね、はいはい、もう一曲流したいなと思います。ガンガンいきますね。はい、聞いてください。魂田ユーフィーで東京桜。
今も昔も変わることのない東京不敗戦だ勝つ負けの数戦うことも見つめたその自信現実は高ぶるマシン狙い撃ったが外れてる中心急降下して思考や絶望を繰り返し気づくんだあの時の僕の今の僕も変わらないものがここにあんだ君の笑顔を作ることに迷いはない人生ってそううまくいかないけどだからこそ悩む人がいる僕らしく生きてゆくこのままの自分自身で桜でもミッションもでも形にできない Dream a dream of pride 忘れてよ息を用意時代に乗っかり Wake wake ここで何やってねマジで何やってんだお前のも分かるなら認めちまえって一人で何にもできない Dream a 終わりと始まり感じ見せられてここにいる思い出すあの頃のメモリー恋人や家族や仲間を捨てたきってこの場所で戦うと誓ったあの日最初から分かっていたことなんだろう桜散る花びらとどうしても夏が来て秋が来て冬が来てまた春が来て人生ってそううまくいかないけどだからこそ出会う人がいる僕らしく生きてゆくこのままの自分自身で桜はい、聞いていただきました。魂ダイオフィーで東京桜でした。今日はね、番組では放送してなかった曲ね、ガンガン放送させていただいております。気になった方、魂ダイオフィーで検索お願いします。それでは最後のメッセージの方、イクさんのコメントをですね、よろしくお願いします。はい、P さん、タモトさん、こんにちは。こんにちは。たった30分だったと思うくらい軽快なトークと4曲も音楽が聴けて、濃い30分でした。うん、吉永拓海さん、またまた初めて聴く曲でしたが、うん、素敵なバラード良かったです。何回か吉永さんの曲を聴いていますが、はい、歌声も好きです。いろいろな曲を聴いてみたいと思いました。うん、ユーフィーさんの曲もかっこいいワン流してくださってとても嬉しかったです。うん、タモトさんの、うん、君トロピカルでいいんじゃないの読み方には笑ってしまいましたけどこれねユーフィー君も言ってほしいですね。このイントネーションでね言ってほしいね言ってほしい聞いてください君トロピカルでいいんじゃない、バーンって歌ってほしいね歌ってほしい今更ですが出雲の地域の方はリアルタイムで聞けると思うんですが、はい、いいな確かにアーカイブあるだけでもとてもありがたいですが、いつかリアルタイムで例えば車の中で流れているのを聞いてみたいなと思いました。例えば土曜日にユーヒー君のライブが出雲であったらベストだよね。生ラジオ聞いた後にさ昼にライブがあったらベストだよね。素晴らしいです ね。P さんやタモトさんはリアルタイムでミュージックエモーションをお聞きになったことはありますか？どんな感想をお持ちになるのかな？もちろん聞いてるわけないですよね。聞いてないね仕事かな多分ね仕事してるかな。もうだって何喋ったかも覚えてないし、次回もラジオ楽しみにしていますねということですね。ありがとうございます。ということでね、今回魂だユーフィー特集ということでガンガン曲流してるんですけども、最後にねもう一曲放送させていただきたいなと思います。今日行っちゃうね行っちゃう行っちゃう。せっかくねユーフィー君から買ったからねそうだね
6000円払っておりますのでね曲流させてくださいよ皆さん共有しましょう、はい、ということで聞いてください。魂田ユーフィーで夢旅。問いかけてみたんだ、何のために生まれてきた。悩むこともないよ、答えなんてもう出てるから。遠いよ遠いね。不安すぎて焦りすぎて信じられなくて、勝手な思い出傷つけて傷ついてしまい込んで、わかってる去られる方が悲しいよね。だから僕は前だけ見てる、後ろは向かない。それが僕にできる精一杯のこと。失うものもあるけれど、それが僕の答えだから、信じて進もう。忘れたくないんだ、やらずに忘れるのだけは嫌だ。なれるさ、なれるよ。いつも胸に言い聞かせて、上を向いて。夢のため旅に出る、決めたことさ変わらないよ、この想いは。わかってる、好きなだけじゃ進めないよ。だから信じているよ、選んだ夢旅、それが僕の誇り。負けない心、涙を流すことはあっても、それが僕の答えだから、信じ続けるさ。意味を確かめるため、後悔だってあるけれど、それが僕の選んだ道だから。僕は前だけ見てる、後ろは向かない。それが僕にできる答えだから、信じて進もう。
それが僕の選んだ道歌い続けるさ はい、聞いていただきました。タマシーダユーフィーで夢旅でした。今日はですね、ユーフィーくんのアルバムソウルラブとソウルドリームですね、この2枚のアルバムから紹介させていただきました。ユーフィーくんなんですけど、姫路のね、出身のアーティストなんですけど、今は東京の方で全国展開、そして、配信ライブなどをしております。そして11月24日八王子マッチボックスにて、魂だユーフィーサードワンマンライブヨロのチケット発売中です。これね、有観客ライブになっておりますのでね、はいはいはい、見に行けるんだね。見に行けるんですけど、チケットの枚数に限りありますからね、はいはい、コロナ対策も含めてね、うん、はい、ぜひ早めに魂だユーフィーで検索していただいて購入をよろしくお願いします。お願いします。もしかしたらなんだっけ、君トロピカルでいいんじゃない、これがねユーフィーくんの口から聞ける可能性も否めませんので楽しみだ、ぜひよろしくお願いします。ということで、あっという間の30分でしたけども、はいはい、今回も P さんとナオヒロでした。それではまたね、バイバイ。